こんにちは。音楽業界ぶっちゃけ話 YouTuber ハンスマンジです。今日はキングレコードセクビズスタジオに来てます。早速潜入します。実はね、わしのバンドゴリラ人間ズが、キングレコードで、レコーディングをするんです。キングレコード最大のスタジオでやりますので、ちょっと潜入しますね。すげえノイマンの M14 とかあるわ。これあのレコードカッティングするやつね。それで今日7人編成のバンドが7人一発で撮れるキングレコード最大のスタジオ、関口祭スタジオの第一スタジオに今から潜入します。スタジオですよ。やばいっしょ、やばいよね。まずここにもこう一部屋ありますね。まずピアノがある部屋に来ました。でスタジオ1です。さあ、ミキシングルームです。この大きいミキシングコンソール、さあ、これレコーディングです。メインキューチューチュー。コウスケ君、調子はどうですか？最高です。最高ですか？よろしくお願いします。場所の部屋に行きます。ハンちゃんルームです。マイクは、ノイマン67、古い方ですね、本物のです。そしてこっちが M49 かな。これどうだろう、ノイマンの M49 かな。これは北極なのかどっちかな。マイルズ・デイビスはね、カインド・ブルーを取った、マイクですね。ということで今日のわしの相棒はマーチン・コミッティ最高です。そう、マイルス・デイビスモデルです。マイルス・デイビスモデルね。彫刻入って、かっこいいな。ここでドカンと歌いますんで、こう見たい。隣にキッタンと奥ちゃんとスタンがいます。ちょっと聞きましょう。最終ギガセブンの。こんにちは、YouTuber です。こんにちは。キッタンの部屋にお邪魔しました。いらっしゃいませ。キッタンです。ここがキッタンの部屋です。キッタンの部屋です。ちょっとアコーディオン一人でこんなでかいからね。普通だってドラムトレーとかもこれぐらいのとこあるからな。なるほど。すごいよね、本当に。キッタンはホーナーの、アコースティックな、アコーディオン使ってますです。ねえ、今日も情熱的なプレイお願いします。頑張ります。以上、キッタンレポートでした。ここでの6ゲームです。このキャビは1万円です。お邪魔します。ミラージョンです。これが1万なの。1万円のキャビです。あのベースは250万ぐらいですね。そうなんね。ベースの稲野君です。マイクなんだろう。57と、こっち何？今47F。47F。こういうとこでも57って使うんですね。いや、57はやっぱね、57名義だよね、やっぱし。結婚指輪です。ジョークレームね。昔はいじめられっ子だったみたい。怖いな、お前。好きになるぞ、お前。寺田楽器さん、待ってます。そうだ、寺田楽器ちょっと。寺田楽器さん、待ってます。アンプはブルース。奥ちゃん、こんにちは。ここはサックス奥ちゃんの部屋です。マイクが、ノイマンの古いやつだぞ、これ。ノイマンの47か。47と若気のあれね。パルメザンチーズ。パルメザンチーズね。削るやつ。奥ちゃん、よろしくね。よろしくお願いします。ブローしまくっちゃって。はい、よろしく、ね、頑張ります。さあ、ギターのタマちゃんです。どうも、タマちゃん。メサブギー。メサブギーだね。メサブギーでジャズを弾く。
男ルムちゃんの部屋はこんな感じですね。アンプルームでーす。皆さんグランドピアノもありますよ。マイルス・デイビスが、カイノブルーを取ったね、ノイマンの M49 ですよ、マーチンコミッティ。OK です。これで OK ですか。あ、じゃあそっち行きます。赤サタナー浜やらわー、横で君が笑ってくれた水子。赤サタナー浜やらわー、横向けば見えた。赤さだな。ハマヤラワー。君が笑ってくれた。赤さだな。ハマヤラワー。ブー。ブー。君が見えた。赤さだな。ハマヤラワー。お疲れOK ですかね。これでオールアップですか。オールアップでお願いします。